はい、始まりました。はい、始まりました。ウェブラジオ人生思考が濃い、思考が濃い。はい、今合ってたな、うん、そうですか。まあ、荒脇さん側はね、ラグがあるからあれですけど。確かに、うん、というわけで、はい、はい、やっていきましょう、はい。司会は、逃げ上手の若君、平家物語、鎌倉殿の13人、バンデット、源平党まで、最近は平安時代が来てる荒脇です。荒脇さんは関係ないだろうと思ったけど。うん、エルデンリングもね、発売して、エルデンの王に今頃なってるんじゃないかな、この放送が流れる頃には。中野です。あ、書いてる漫画があと5コマぐらい書けば完成するんですけど、書きたくないコマが5コマ残ってて、はい、どうしようかな、どれからやろうかなみたいなことを一番辛いのが残りがち、うん、というわけで、じゃあお便りをね、はい、やっていこうと思います。中野さんはもうこの時期にはエルデンリングのエルデンキングになってるってことですか？エルデンキングになってますよ、スラムのガキから、うん、長野のガキから王になれって、うんやってます。なるほどね、多分、うん、俺もやってる多分、うん、じゃあお便りをいきます。はい、はじめまして、さぬきうどん大好き人間と申しますと。はい、はい、第155回でラーメン漫画、そば漫画はあるのにうどん漫画がないのはなぜなのかと言っていましたが、うんうん、うどんの国の金色手まりという漫画があります。しかもアニメ化までされている人気作品です。主人公はうどん屋の息子だし、ちょいちょいうどんを食べるシーンが出てくるし、これはうどん漫画と言えると思います。単純にお三方が知らなかったのか、うどん漫画じゃないと認識されていたのか、どちらでしょうか。香川県出身の人間として気になったのでお便りを送らせていただきましたということで、ありがとうございます。はい、これは俺たちが多忙作なだけです、本当に。僕は知ってますね。俺も知ってますね。知ってたの？知ってます。なんで知らないんですか。そっちの方が罪深いだろ、うん、そっちの方が。俺は知らなかったけど、今お手にもあったように、うどんをちょいちょい食べるシーンがあるっていうのがうどん漫画ではないというか、うどんが主体ではないあ、なるほどね、うん、じゃあうどん漫画じゃないんだこれは、うん、手塚さん、あの時喋ってた文脈ではね、うん、あの時も多分 S と M 先生のなんかうどんの女とかも挙げたと思うんですけど、うん、それあれもうどん屋で働いてる男女の話なんですけど、うんうんうん、うどん漫画という括りにはならなかった。うどんの国の金色手まりって、だってあのタヌキのですもんね。タヌキだっけ、キツネだっけ、タヌキかな、タヌキだったかキツネだったか、ちょっとあのうろ覚えで申し訳ないんですけど、そういう、うん、僕はね、キツネはいないんで。あ、そっかなるほど、うん、でもうどんと言ったらキツネうどんって感じもね、したからちょっと今どっちだっけと思って、あ、なるほどね、あの困ってしまったんですけど、うん、まあでもそういうそのあのキャラクターのね、あれとかの交流とかもメインだったりして、うん、その多分その分野で喋ってたラーメン漫画とかそば漫画ってもっとグルメ漫画寄りのってことだもんね、きっと、うん、そうそう、ラーメンに関してはいろんな種類のラーメンとか、ラーメン同士、ラーメン屋同士のラーメンバトルとかっていうのがあったり、そばもそばもんとか、まあそばもんはそばバトル漫画って感じじゃないですけど、そば、うんうん、のうんちくとかっていうのを、そば、うん、を取り、そば、ね、自体を主役として取り上げた、うん、メインのテーマにしたってことね、こうやって金色手まりでしたっけ？俺、金色手まりかと思ってた。ちょっと検索しますね。この金色手まりでした。今、調べた。あ、本当、うん、あ、ごめんなさい。金色手まりでした。ごめんなさい。金色足そぎ地蔵になっちゃった。そうそう、金色足そぎ地蔵しちゃった。うんうん、すいません。うどんの国の金色手まりです。うん、はい。っていうのは、なんで、まあ、そういう意味だと僕の定義では、うどん漫画ではなかった。うんうんうん、なんか例えば、毎回新しいうどんが出てきて、そのうどん、うん、うどん屋同士がうどんバトルをしたりだとか、なんか、そうだね、その、どうやったらもっとうどんがうまくなるのかってずっと考え続けるとかね。うん、ううん、っていうのは、うどんにはまだ、その、そこが空位であるっていう話。はいはい、なるほどね。なるほどね。うん、でもなるほど、じゃあ、うんうん、知ってはいたんですね、この作品の。知ってはいました、うん、存在はね。でも俺その時喋ってた時に自分の中によぎってたかどうかちょっとまだ自信ないですけど、うん、でもすごいですね、その讃岐うどんが大好きで香川県が出身で、で、うん、うどん漫画といえばそのね、舞台になっているその、うん、こういう漫画があるんですよ、アニメ化までされて人気なんですよって言って、だからこの讃岐うどん大好き人間さんはきっとさ、金色手まり好きなんでしょう、きっと。だからうん、こういうお便りをね、送ってくれたと思うんですけど。なるほどね。うん。すごい。うどんに対する、なんだろう。うどんと地元に対するね、熱き思いがあるんだなと思って。うん。うん、大好きマンだったから ね、やっぱり。うん、やっぱり。いや、俺は知らなかったからよかった、その。本当に知らなかったから。いや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 。
どっちが罪深いかはね、ちょっと分かんないですけどね、うん、まあ、うん。確かに、うん、はい。というわけで、じゃあ、はい、次ですね。次のお便り、はい、はい。人志向ネーム、匿名課長さんから。はい。荒垣さん、中野さん、手塚さん、はじめまして、いつもラジオ楽しく聞いています。皆さんは3人で下ネタ投稿することはありますか？人志向はリスナーのお便りをトークテーマにされているので、下ネタの投稿がなければラジオで話さないとは思いますが、普段の通話とかで話すのかなって気になりました。僕が人志向で覚えている下ネタは、どなたかが自己紹介か何かでおっしゃっていた、人人しこしこというワードくらいです。エロに関する話を語っている回もあったりして、下ネタという表現が合わないだけなのかもしれませんが、ということでありがとうございます。はい。確かに、荒巻さんと俺が喋ってる初期の回とかでは、なんか、うん、その、フェイトとか、そういうエロゲのエロシーン、うん、いらないエロシーン、カノンとかのエロシーンはいらないけど、うん、でも、そこにエロが、いらないのに入るときに、最も作家性がそこで発揮される可能性があるよね、うん、みたいな話とか確かしたりとか、そうだね、うん、まああと俺がリカちゃんのカブトムシがうんぬんとか言ってる回も確かあったし、そうだね、うん、なんかまあ言ってないわけじゃないんだけど、最近は言ってないですね、全然ね、うん、でもそのさ、リカちゃんのカブトムシうんぬんはさ、うん、なんだろう、下ネタじゃなくて性欲の話だよね、その、まあそこは紙一重ってことですよ、そうそう、うん、まあ確かに、うんうん、だからなんだろう、うん、チンチンみたいなさ、うん、感じの話ってことだよね、下ネタって。つまりどうなんでしょうね、うん、薄汚い性欲の話も下ネタになるのかってことだよね、そのそうそうそう、うん、まあ、薄汚い性欲とかさ、その逃れられない性欲って下ネタの話なのかっていうね、そうだね、うん、うん、そう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 なんでそんな自分を卑下するんだ と, といやいや、俺が薄汚い性欲の話をしてるわけじゃないですよ、全然、うんうん、いや、そのリカちゃんのことに対して、あ、リカちゃんのカブトムシはどういう性欲だったかちょっと分かんないですけど、うん、まあ、下ネタのとこがなければラジオで話さないけど、普段の通話とかで話すのかなという感じだと、まあ、普段の通話でこの3人で通話するときは、全然喋らないですね、うん、下ネタの話は。うん。そういう話題が出ないから喋らないだけだけど。全然変わんないよ、このラジオと。うん。喋、うん、り方みたいなのね。そうだね。うん、まあ、なんか、その、ずっと喋んなくてもいいっていう安心感から、その喋んなかったりもするけど、その、通話つけたままね、うんうん。そうだね。そうそう、だから、行き急いで喋ってること以外は変わんないです、この、うん、会話、うん。うん。そうだね。あ、まあ、あとはパーソナル、もっとパーソナルな話っていうかね、今度こういう漫画書くんですよみたいなさ、そうだね。あんまりそういうラジオじゃ言っちゃいけないこととかさ、うん、そういう話とかするけど、うん、そういう、それぐらいですよ、その変わるところって言ったら。うん、そうだね。うん。うん、まあ、下ネタって、なんだろう、前にもさ、その、うん、恋愛関係についての話題を振るかどうかみたいな話でさ、うん、なんかリスクの割にあんまりうまみがない話題な気がするから振らないみたいな感じのこと言ってた気がしたけど、はいはい、下ネタもなんか割と近いのかなという気もしていて、なんか場所とか相手によっては全然俺は言ったり多分答えたりとかするけど、そうだね、うん、なんか得意下ネタだったら任せとけみたいな自負心があるわけでは全然ないんで、その、うん、特にそのカード切らないっていうだけ、キャだけですね、そうだね、うん、なんかなんだろうな、俺下ネタの話ってしないわけじゃないけど、他人を巻き込まない下ネタの話が多いのかな。荒垣さんはすぐオナニーの話、うん、ツイッターでするもんね。そう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 、うん、そういう話したりとか、なんかそのなんかチンチン丸出しでずっと生活できたらいいのになみたいな話とかはするけど、ねうん、なんか戯れに金玉叩いてみたら痛すぎてびっくりしちゃったとかね、うん、そう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 、うん、そういう話はずっとしてるんだけど、うん、そのなんか別にそれでね、なんかへへ、なんか女の子のおっぱいがよみたいな感じのはあんましないかな、うん、うん、そうかもね、確かに、うんうん、なんか俺は自分に一番興味があるのかもしれないっていう感じかもしれない、うん、まあ嫌われやすい下ネタとそうでもない下ネタとみたいなラインがあるのかもしれない、ね、あ、そうかも、そう、確かにそうかもしれない、うんうん、手塚さんはどうですか。手塚さんは多分振られれば適応力で何でも話すと思うんですけど、なんか僕、まあ、なんか AM ラジオ大好き人間なんで、下ネタ聞くのはめちゃくちゃ好き。うん、AM ラジオって下ネタなんですか？あ、そう、大体深夜ラジオっていうのはね、下ネタが、うん。あ、そうなんだ。なんか、その、深夜2時ぐらいを回ってくると、大体、どぎつい下ネタとかって言われて、まあ、それすごい楽しく聞いてて、うんうん、なんか、ただやっぱり自分が投げるときって、その下ネタってコントロールがすごい難しくて、うん、あ、確かに。まあ、人によって、なんか、当たるか当たらないかっていうのは分かんないとか、うん、それが面白いか面白いかな。ないかって結構コントロールが難しいんで、なんか確かに確かに、そういう話題になった時には合わせて出すけど、自分からは投げないみたいな感じ、うん、
ですかね。そうですよね。そうだね。そう、なんかツイッターとかでもあんまりそういうのを書かないのは、やっぱりそれを見て人がどう思うかっていうのがあんまりコントロールしにそうくいだんで、ね。書いてなやっいぱ気は下ネタってさ、なんかその他の人巻き込んだりとかさ、すると、途端にそのコントロールっていう話だけどさ、なんか本当に周りの人巻き込んでつまんなくするみたいなさ、恐怖心があるというかさ、それが一番辛いよなーっていう気がする。なんか、周囲全員を冷めさせるみたいな感じのことになりやすいというかね。まあそうなのかもね。それが結構、なんか、単純に嫌だなって俺は思ってるのかもしれない。そうだね。下ネタ、例えば市原ひかりジェット先生とかの漫画もさ、まごうことなき下ネタだと思うんだけど、でそうもですやっね。ぱ大好き、面白いなって思うもんね。なんか。そうだね。どうなんだろうな。それとあれはか、でもなんまあ、かすスごナいッそクバセの、の森田とかもさ、市原先生と言われ思い出しちゃったけど、その森田も、そうだね。下ネタじゃないですか、完全に千原ね。先生に似てるっていうことで有名な有森名な田、森田。スナックパセの森田。とかも、なんか別に、ははははって思いながら、やっぱ大好きで読んでるんだけど、スナックバスエもそうだし、千原先生の漫画もさ、その下ネタをテーマにした漫画だけどさ、やっぱりその考えてんなっていう気がすごいするんだよね。その、なんか周りにどういうふうに、こういうこと書いたら捉えられるのかみたいなの。結構かなり慎重な作家だな、二人ともっていそううだ気がね。する。なんか、二人ともどぎついんだけど、そのどぎつさっていうのをかなりコントロールしてるからあんまり嫌味がないっていう感そうじなんがだすよる。ね。なんか、前に、ツイッターでフォローしてるモバイルイワシさんっていうね、方が似たようなこと言ってて、本当にそうだよねって、俺も前から思ってたって思ったんだけど、やっぱり、市原先生の漫画って下ネタなんだけど、下ネタと同じぐらいインテリジェンスを感じるっていう、その漫画から。そこで、なんだろう、相殺してるというか、なんか、隠せてるんだよね。その下ネタの多分嫌味というか、臭みみたいなものそうが。だね。なんか、俺はソシャゲのイラストとかもめちゃくちゃ露出が高いのに、なんか塗りとか絵とかが清潔感あったりおしゃれだから、なんかエッチに見えないから裸でもそうだ許さね。れてるみたいな、なんかそうそう。いう露出が増えれば増えるほどおしゃれパワーが同時に求められるみなんたいなか、気持やっちがぱりあったさ、んだけど、相手を尊敬しちゃうとさ、そのくだらんものと切り捨てられなくなるよね、なんかそういだから、う下ネタと同じぐらい何か尊敬できるようなスキルみたいなものとかをやってるのが結構ポイントなのかなという気もする、読フォみ返ビしとドゥンして。先生も市原先生も、やっぱり、俺より断然頭いいなって思っなんかちゃうっへりくつて、だけど、くだらねえけどインテリジェンスを感じるじゃないですか、やっ感じぱちり。ゃうからさ、やっぱり、それによって、なんかその、バカ者がよっていう気にはなれないからさ、みたいなとこがなんか、ポイント、一つのポイントなのかな、下ネタの、そういう射程を広げそうるだ際ね。の、という気はそうだしね。ますね、なんか。俺は聞いてないけど、きっとその AM の深夜ラジオとかも、なんか、そういう雰囲気はあるんじゃはないなんのかな、か、きっと。ですね。まあでも、面白い下ネタですよね。単純にひどいものじゃなくて、このタイミングでその下ネタの落差をポーンって出してくることによって、その落差がめちゃくちゃ面あ、白いっじゃあやっぱていう会の話がのある。流れの中でのみたいなことなんですね、結そう。で構。もなんか、だからこそ、まあどうしようもないような下ネタだからこそ逆に面白いみたいな感じがするみたいなるほどね。な。なんか、その普通に読まれて、中でラジオネームチンポですっていうのが急に なるほどね。それはないやろっていうツッコミの、そうだあね。まりにもあまりにもなんかひどすぎるみたい確かなに確かに。状態ですごく面今、白い。本当にね、狙い通り笑っちゃったからさ、そうだね。その、脱力だよね。その、脱力しちゃったよね、そのなんか確かに確かに。チンポスかって思っちゃったからね、今ちょっ結構なんか、今ちょっと思い出したんですけど、ちょっと違う話なんですけど、下ネタとかってこの投げるのが難しいから、ない方を気にしてるみたいな話をしつつ、この前コミティアでですね、28日、だからこれが出るときにはもう総集に出てる、ヤングキングにいじめ撲滅プログラム女子校編っていうやつがあって、それなんか藤見敏夫先生っていう方の原作を僕が漫画化してるやつなんですよね。で、藤見先生がコミティア来てくれてて、で、ちょっと話したんですけど、で、その時した話としては、なんか、ネームの時とは特に指摘はされなかったんですけど、手塚さんはですよね、なんか出てきた女の子を全員巨乳にしましたよねっていう話もされああ、なるほどね。なんか、それ結構無意識にやってたんで、なんか、なんかすごい、
なんか一番恥ずかしいやつ。一番恥ずかしいやつは。それって手塚さんの性欲由来の描画ってことですか、うん、ってことだよね、その質問。うん、そうそう、うん。無意識に全員って式より興味に書いたなって感じ、うん、確かに。書きましたねっていう。ああ、なるほどね。やるときです、うん。なるほどな。やっぱりね、その隙間に何を埋めるかっていうのが作家性だっていう話だよね、やっぱり。まあ、不必要、どっちでもいいからね。なんかそう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 。お話の本質に関係ねえんだから、だって。そう、うん、書かれてないところに、なんかその、まあ、こうだよなっつってね、その、膨らみを書いてしまうのが、やっぱりその、まあ、どういうふうに世界を捉えてるかの証拠だなって感じ。手塚さんの漫画の今回は、その、いじめ撲滅で女子校の多分いじめにまつわる話だろうから、女子校の中のいじめっていうと、そういう、うん、体つきみたいなものとかもしかしたら要素として機能してくるのかもしれないけどね。なるほどね。いや、でもそれさ、指摘されたってことはさ、まあ、やっぱ関係ないってことだね。関係ないかもしれないね。確かに、うん。まあまあまあ。でもまあ手塚さんに頼んだらさ、そう出力されるよね。だってそれまでの漫画がずっとそうなのだからっていうね。まあね、逆にそのさ、なんか手塚さんに書いてもらうときにされたくないんだったら、この子のその体は普通でみたいなことをね、その書くべきだったかもしれない、その注釈でね。まあね、うん、あれですね、その女子高生を書くっていうのが初体験な感じの話だったので、うんで、気負いがあったという。ああ、なるほどね。うん。それをちゃんと書かなければという。確かに。気負いからして、その特徴を強調するみたいな。うん、確かに。なるほどね。女性らしくしなきゃみたいな。確かに。なるほどね。うん。その気持ちもわかりますね。というわけで、じゃあ次のお便りいこうかな。はい。はい。これは匿名さんから、うん。こんにちは。趣味で漫画を描いているものです。自分の脳内で考えたストーリーを紙に落とし込む際、うん、話のスケールが小さくなったり、うん、物語が陳腐化してしまいます。うん、皆さんはネームを書く際、面白い漫画になるためにどのようなことを気をつけていらっしゃいますか？脚本術などお勉強されたりしてるのでしょうか？教えていただけたら幸いです。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。これ、脚本術とか勉強されてるんですかとかってさ、どこまで勉強の範囲になるかなみたいなのってあるよね、俺も読んだことあるけどさ、俺も読んだことありますよ。うん。うん、あと、ま、ネットとかでさ、なんかこういうテクニックあるよみたいなとかもさ、やっぱり見ちゃったりするじゃん。俺漫画の大学行ってたんだから。そうだよ、よく考えたら。うん。がっつり勉強してる。この中でそのさ、唯一アカデミックな教育を受けてますから。そう、唯一じゃねえや、なぜか漫画でアカデミックなね、教育。そう、アカデミックな、ね。手塚さんも大学行ってんだけど、別に。うん、そう。うん。そうなんだよな。そうだね。よく考えたらそうだわ。中野さんに聞くべき答えましょうか。話かもしれない。うん。っていうか、うん、まあ、話のスケールが小さくても別に構わないだろうとは思うんだけど、まず一つね。確かに。面白さにあまり関係ないんじゃないのとは思うけど。でも、うん。うん、多分、これを気にしているっていうところからはちょっと見えるんだけど、うん、このなんかそういう勉強とか、脚本術とか勉強してるんですかっていう話をしてるぐらいだから、帳尻を合わせたがってるんじゃないかなと思うんだよね。そのプロットに対して。ああ。うん、プロットをちゃんと筋が通るようにしようとしてる、この人は。自分で考えたものが不本意な形で小さくなっちゃったり、陳腐化しちゃったりっていう、うん、なんか。そう、だから、例えばすごいでっかいこの話で、ここでビルが大爆発みたいな感じの、プロットを考えてたとして、でも大爆発させるためにはどういうプロットが必要かなみたいなことを詰めていくと、陳腐化しやすいよねっていう話だと思うんだよね、その。だから、うん、理屈で言うんだったら、詰めるなって話だよね。変なことは変なことのまま書け、うん、なるほどな、うん、ビビるな、うん、なるほどということだと思います、私は、うん、なるほどね。ちょっとまあそう、今荒垣さんが言った通りならそうなんだろうなと思うけど、ちょっと質問の具体性が弱いので、アドバイスもふわふわというか、どういうことなのかっていうのがよくわからないといえばよくわからない、うんうんですけどね、うん、中野さん、アカデミカルな大学で教わったことは、うん、俺は笹生明先生に教わったのはなんか、うん、超有名漫画家、そう、初めなんかやっぱり基本のその物語に型を意識するといいよっていう話の中で、うん、その、うん、初めてのお使いの形を使うのがいいよっていうことを、うん、言っていて、佐藤先生はその子で、うん、その初めてのお使いって、まあ、みんなの中でイメージできるじゃないですか。そのこれ買ってきてねって言って行くけど、うん、途中でなんか横断信号渡れないだの道間違えるだのさ、わかんないですけど、うんうんうん、その
いろいろトラブルあったけど、まあ、持ち物を持ち帰って帰ってこれてよかったね、みたいな話ですよね。だから、初めてのお使いの中で、その、目的と目的地と、その間に、道中にハードルがいくつかあると。で、そのハードルっていうのはだんだん高くなっていくっていうもの。うん。でも結局それをクリアして帰ってきてよかったね、みたいな。なんかそういう感じのイメージ。で、起承転結をそこに当てはめて作ってみましょう、みたいなことを。わかりやす。そうそうそう言われて、なんか、やっぱりなんかの取っかかりとしてはすごくいいよなって。思いましたよ。そういう型、物語の型を意識するって時にね。うん。そう。なんか、あとはあれですよね。あの、似たような型の話だと、あの、藤田和弘先生の読者は読むなっていうね、うん、その、漫画家に向けての、漫画家志望に向けてのかな、なんか、うん、そういう漫画術というか、そういう指南書みたいな本の中でも、うん、なんだ、キャラクター同士のそういう関係性について、この型を意識して書くと結構便利だし、うん、いい感じになるよみたいなことを言ってたりとかっていう項目があったりもしたし、なんかそういう型をやっぱり一つ意識するっていうのは、ありなのかなという気がします。確かにね、その、うん、あの、壊すも、あの、そのまま準ずるもね、結構やっぱり型があってこそっていう感じがするし。うん。起承転結っていうのも、まあ、型の一つではあると思うんだけど、もうちょっと、そうだね。うん、あの、狭い型でも使えるのかもしれない。うん、なんか。哲也さんどうですか、ね、なんか意識したりしてるとか。そうですね、うん、でまあなんかそのスケールが小さくなっていくっていう話の僕もこの想像なんですけど、うん、この話の僕は結構その昔ネームが書けなかったっていう話が結構ここに近いんじゃないかなって気がしてて、うん、なんとなく話の流れをこう書いていこうとした時になんか最初に考えたプロットの塔には絶対に話がいかないっていう、うん問題があって、なんかその、なんとなくこういう流れがあって、間をついつま合わせていくっていうのって、その、うん、なんか、なんですかね、予想通りの話の組み立て方になるんですよね。うんうん、だからこの次に、この後にはこれが、当然これがあって、この後にはこれがあって、みたいな感じに、なんかその、決まった形に積み上げていくみたいな感じになっていくんで、なんかその起伏がなくなって話が面白くないみたいな。うん僕は気がしてて、で、その後なんかその2ページか4ページ単位で作っていくようになった時に、その変わったっていうところは、ページをめくった時にちょっと違う展開になっているべきだろうって思うようになったんですよ。うん。ああ、そうだね。それってなんか実は発想としては逆で、その、この、あそこに行くためには次こうしなければいけないんじゃなくて、ページをめくった時、今想像しているものとちょっと違うような、あの、光景が広がっていた方が嬉しいだろうと思って、話を作ってるんで、なんかその、最初に考えたストーリーっていうのが、ついつまが合っていればいるほど、それとは逆になってしまうと思うんですよね。うん、ページをめくったときにはこうなっていなければいけない。今までこうなんだからこうなっていけないっていう、ついつまの合わせるような作劇の仕方と、なんか、その読者のその予想を裏切るような作劇の仕方っていうのが、まあなんか、その、驚かせることばっかり気にすると、結局話がまとまってはいかないんですけど、なんか そこのバランスをなんか考えて作っていくと、なんか話が、あのドライブしていくんじゃないかなっていうか。そうですね。うん、で途中でなんか思いついたら最初に考えたストーリーを裏切ってしまってもいいと思うんですよ。なんかここで、うん、切り替わった方が面白いってやったとしたら、うん、そこからなんかまた新しい話を考えていって締めていくっていう風にできた方がなんか、うん、まあ面白い。なんか裏の分かる分かる裏の裏は表みたいな感じにいくのがベストってことじゃんそれって、うん。なんか表のまま表に行くんじゃなくて裏切っ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 た結果。あの最初に想定している着地点にたどり着くっていうそういう回り道の方が結果的にドライブしながらいけるよねっていうことだと思っていてイメージ的にね、うん、でもそのさやっぱり手塚さんの言ってることってさもう全ての大喜利に正当していこうぜみたいなさ感じでもあるからさ、うん、やっぱり強いやつの意見だなとも思った、うんうん、マイページ大喜利に勝ってこうぜっていう話だなっていう気がするから、うん、まあでもそうなんだよねマイページ勝っていこうよね勝っていった方がいいやっぱうんあの理想を言うならマイページ勝った方が断然いい、うんうん、マイページトンチをひねり出してねどんどんトンチをひねり出してトンチに勝て、うんだからそのページめくる前に人が殴りかかっていてページめくったら殴られてた、うん、なぜなら殴らなければいけないかっていうのはそれです普通じゃないですか。うん、別に殴り返されててほしいとか、うん、なんか別のやつに急に殴られててほしいとか、うん、そうだね。とかあって、だからこそ次のページをめくりたい、なんかまた違うものが出てくるんじゃないかっていうワクワク感をこう、出していくみたいなことができた方がいいんじゃないかなっていうのがあって、そうなってくると、例えば最初に考えた話ってやっぱついつまが合ってるんで、スケールがちっちゃくなっていくっていうのはそんな気がするんですよ。綺麗にできてるからこそ、なんか逆に予想がつくというか。うん
こうなったらこうなるよね、こうなったらこうなるよね、こうなったら綺麗だよねっていう感じの、綺麗にできてるけど、こじんまりしてるっていうところっていうのを、途中でなんか何回か破綻させていくことによって、なんか全体の構造はそうかもしれなくても、なんかちょっと違う書き方ができるようになるんじゃないかなっていう気はしますというのと、あとはなんか出来事の羅列になってると結局何だったんだっていう話になっちゃうっああ、そうていだうのね。うん。で、その、なんかさっき言ったその藤田和弘先生の読者を読むなとかだと、そのお話っていうのは何なのかっていう話を結構言ってて、それはなんか人の心が変わることだっていうのをなんか最初の方で言ってるんですけど、で、人の心が変わらない話っていうのはただの出来事が S であって話ではないっていう、誰かの心が何かの出来事を通じて変わったっていうのが書ければ一つの話として、できるって、これも一つの型だと思うんですけど、まあ、そこを意識すると、例えば、なんか、何かが起こった結果、人がどうなったのかっていうところが、なんか、一つ、なんか、話の中にあれば、なんか、それってなんか、例えば、ごく、なんか、その、小さい話でもいいと思うんですよね。なんか、スケールはでかいけど、なんか、結局、親子喧嘩だったみたいな話とか、あったりして、それって結構、親子喧嘩の話なんですけど、スケールはでかく書けるみたいな。のはあるんで、なんかその、人の心が変わる話っていうのが成立してさえすれば、その後はなんかでかいか狭いかっていうのは演出上の問題でしかないんじゃないかな、みたいまあそうですよね。結局バキだって親子喧嘩だけどみたいな話とかね。ウルトラマン同士の親子喧嘩だったらスケールでっかくなっちゃうもんねみたいなこととかね、いろいろ。格の部分さえ作ってれば、あとはなんかその、物語的ななんかでかさ、小ささっていうのは、なんか周辺をどういうふうに演出するかっていうだけの話なんで、なんかめっちゃでスケールのでかい、なんか話自体のスケールがでかい話もまああるかもしれないですけど、世界をこう、世界の存亡を書き換える、すべてのルールを書き換えてしまうみたいな新しい使えたみたいな話もできるかもしれないですけど、まあ、なかなか書けるものではないんで。まあなんかそういう、心の変化のサイズ感と、そういう舞台設定のサイズ感っていうものは、むしろギャップがあった方がコントラストが出ていいんじゃないかって感じもありますしね。なんか。そうだよね。よくさる先生とかなんてさ、結構そういう、心は無限大にでっかいけど、やってることはみみっちいみたいなね、話は結構面白かったりするし。まあ、だからね、何をもって、話がでかい、ちっちゃいみたいなのをね、決めるかっていうのは、読む人によって違ったりするから。そうだね。物語が陳腐化っていうのは、でもさっき手塚さんが言ってた、これも予想のこと、あれになっちゃいますけど、多分全部出来レースに見えちゃうっていうか、自分の流れがスムーズすぎるから陳腐なのかなという気はしますね。なんかなるようになったなとしか思わないっていうか、やっぱりそこで2点3点読者の裏切り?読者を裏切ったりとか、なんかいろいろそういうものがあると、やっぱ陳腐ではないんじゃないかという気はしますね。前、なんかツイッターのなんかジャンプ漫画賞アカウントみたいなのが、いろんな読者とか、まあ、志望者からのその質問に答えてるっ確ていかうのがあっに。て、で、なんかその、やっぱりジャンプっていうのはハッピーエンドじゃないといけないんですかねみたいな、なんかそんな感じの、ちょっとね、やっとんねみたいな感じの質問が来てたんですけど、それに対してジャンプの漫画賞が答えしたのは、それはなんか、楽だからバッドエンドにしてるんですかみたいなこと聞いたんですよね。やっとんね。バチバチやないですか。バチバチやバッドエンな。ドみたいにしたいっていうのは、なんかそっちの方が楽だからやってるんじゃないですかみたいな。殴りじゃんってなぐ、みんなもうちょっと言葉選びなカがらチ言っンとて来るてよるね。ね、なんか。カちょっチンとと来来ててるるよ、よ、本当言いに。回しはなんか、ちょっと違ったかもしれないですけど、そういうことを言ってたんですよね。あなたが、その、ハッピーエンドじゃない、エンドをやってるのは、なんかそっちの方が書きやすくて楽だからなんじゃないですか、みたいな。そでっもからやっでぱも、りそっか。さ、ジャンプの人とかもさ、頑張ってハッピーエンドにしてんのに、そんな言い方されたら、カチンとも来るわな、みたいなね、気はするだろうから。どんだけ絶望的な状況を作って、こっからハッピーエンドにするんだっていうような、その気概と、そうだね。パワー技こそ術がね。なんか物語を良くするんじゃないかみたいなのは多分言いたいんだと思うんですけどね。そうだね。なんかすげえいい バチバチやっとんなと思って。そうだね。そうだよね。まあ、バッちょっドエンと、ドだろうが、グッドエンドだろうが、安易な、なんか、お話運びっていうのは、面白さにつながりにくいという経験則があるってことですよね、編集者には。そうだね。でも、その聞いてる志望者の人には、ジャンプってやっぱり、バッドエンドはダメですかっていう、なんか、ジャンプってそういうお話の面白さとかじゃなくて、そもそもここはジャンプなんだから、
グッドエンドじゃない、そうそう、ハッピーエンドじゃなきゃダメだよ、みたいな、なんかそういう、うん、なんだろう。思考停止をしてんじゃないのか、そうそう、思考停止みたいなものってやっぱあるんですか、へへ、みたいな感じに多分聞こえて、うん、ややイラっていう感じがちょっと今見えましたよね。あーガンって感じ、うん、そんな簡単な話で俺たちが漫画を世話してると思っとるんかみたいな。思っとるんかっていうね、うん。そういうあれがあったのかもしれない。でもまあ今の話聞いて思ったのは、このお便りはここじゃなくてそのジャンプのところに送った方がいいですね。その、うん。うん、陳腐化しちゃうんでどうしたらいいでしょってことは、ジャンプのアカウントに聞いたらいいんじゃないかなって。まあでも俺たちがね、言える範囲のことは言ったと思う。まあそうですね、うんうん。またあのなんか、もうちょっと伝わってなかったんで、こういうことでみたいなとかあったらね、送ってくれれば。そうだね、そうそう。あの、追い打ち全然 OK なんで、このお便りは。うん、というわけでね、うん、はい、うん。じゃあ追い打ちのお便りを読んで最後に終わらせようかな。はい。自粛ネーム大久保さんから。この方は前に魂だけは売り渡すのってどういう意味っていうお便りをねくれた方の放送をそれでお便りを取り上げた放送を聞いてのまたお便りをくれた、うんうん、ありがとうございます。人種コネも大久保さん、荒垣さん、中野先生、ピエール手塚先生、こんにちは。以前魂だけは売り渡すなの意味がわからないと質問させていただいたものです。取り上げていただいてありがとうございます。前回質問した魂だけはは、マツコ会議の DJ 松永氏がゲストの回でマツコさんがおっしゃっていて、ずっとテレビにすがってやめられなくなるのが怖いかっこたいという話をしていて気になったフレーズでしたと。うん、また、若い子とか簡単に魂を売りすぎとも言っていたと思います。この場合の魂だけは売り渡すなというフレーズは分かりやすくて良いと思うのですが、やはりストンと腑に落ちる感じではなかったです。その場合はちょっとポエムっぽい感じにも取れて、人によって解釈が違うのは仕方がないのかなと思うようになりました。取り上げていただきありがとうございましたということで、ほんほん、はい、ありがとうございます。うん、まあ、そのテレビというかね、金が儲けられるところにおもねそうだね、過ぎてるなっていう、そう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 、うん、そういう恐怖感みたいなものがあるのに、うん、若い子って、うん、まあちょっとそういう無邪気に見えるっていうような話なのかもしれないですね。まあ我々は番組を見てないんで今すげえ予想で言ってるだけなんでちょっとまた分かんないですけど、 う、ね、うん、みたいなねっていう感じでまた、ね、はい、ありがとうございます。こういうお便りもね、はい、そうだね、あと、あ、まあでもこんなもんしよっか、お便りこんなもんしときますか。はい、30分ぐらいも経ってるんでね、じゃあみんなでエルデンリング音頭踊りながらエルデンリング待ちましょう。もう出てるけどねこの放送が、うん、あ、そっかそっか、とっくに出てますけどね。とっくにじゃあもうみんな踊りまくってるってことは、もう踊った祭りの後ですよ、もう祭りの後かも、うん、うん、はい、というわけで、はい、はい、お疲れ様です、ありがとうございました。お疲れ様です、じゃあね、ピース。